第5節。江戸時代後期の学問と教育、思想。江戸時代後期の学問。江戸時代後期は様々な学問が発達した時代なのよ。では、主な学問と代表的な学者について説明していくね。国学は元禄時代の古典研究が発展したもの。日本古来の道を説く学問です。道を説くなんて言うと頑固なイメージだけど、実は古来の教理にこだわる儒学と違って自由な研究が行われていて、批判精神も強かったのよ。国学者にもいろんなタイプがあったようね。加賀吾丸は日本古来の思想を追求して、外来思想は儒学も仏教も洋学も否定した国学者よ。その門人の鴨野真淵は国意向を書きました。元折宣長は日本古来の精神への回帰を主張して、国学を思想的に高めた国学者ね。宣長は古事記伝を書き残しました。この宣長の影響を受けたのは平田篤胤。儒学や仏教を排除して古来の純粋な信仰を説く復古神道を開いたのよ。盲目の学者花輪保喜一は幕府の援助で和学講談所を設けて軍書類従を編纂しました。洋学、つまり西洋の学問の研究は鎖国している日本の中では難しいことだったのよ。それでも洋学に関する多くの著作が残されているわ。外の世界を知りたいと思う人も多かったのね。長崎で通商関係を見聞きした西川如見は、それを海通商校に記録しました。江戸小石川のキリシタン屋敷に幽閉中だったイタリア人宣教師シドッチを尋問した新井白石は、そこで得た知識を西洋気分や再来異言に書いて、西川如見と共に洋学の先駆けとなったわ。この他、洋学の有名な著作に工藤平助の赤蝦夷風雪稿があります。徳川吉宗が漢訳洋書の輸入制限を緩めたことはさっきも言ったよね。その時、青木昆陽と野呂玄奘に勉強させたのはオランダ語だったから、洋学は蘭学として発展しました。オランダが西洋文化の入り口になったんだね。江戸に紫嵐堂を開設して人材を育成した大月玄卓は、太陽暦の元旦にオランダ正月という宴会を開いたり、蘭学の入門書である蘭学改訂を書き残したのよ。大月玄卓の門人である稲村三白は、オランダ語の辞書である春間和下を作成しました。西洋の解剖学を研究した前野良卓と杉田玄白は、ターヘルアナトミアの翻訳書として解体新書を書きました。1774年のことだから、避難なし、人体解剖と覚えてね。ところで、平賀源内って名前を聞いたことないかな？ある実験で有名な人です。ほら、ビリビリっとくるやつ。そう、エレキテル。長崎で学んだ知識をもとに物理学を研究した平賀源内は、静電気を発生させるエレキテルの実験を行って人々を驚かせました。江戸時代に電気なんて意外な取り合わせだよね。でも江戸時代にも科学を勉強してた人はちゃんといたんだよ。幕府には天文方という部署がありました。天文観測や暦、今でいうカレンダーを作る役職ね。18世紀末、天文方の高橋義時は西洋の暦の方法を取り入れて寛政暦を作ったの。その義時に学んだのが伊能忠敬。全国の沿岸を歩いて測量して、大日本沿海予知全図を作りました。忠敬が作った日本地図は、現在の地図とほとんど変わらないほど正確なんだよ。義時の子で、同じく天文方の高橋景康の提案で、幕府天文台には、万所和華御用が設置されます。万所和華御用は、つまり、西洋の本を翻訳するところ。これは後に万書調べ書となりました。それにこの頃、ニュートンやコペルニクスの説を紹介する歴正新書を書き残した人もいました。それがオランダ通詞の志月忠雄だよ。医学の世界では
医師の尾形光庵が大阪に適塾を開き、多くの人材を育成したのよ。オランダ商館のドイツ人医師シーボルトも19世紀前半、長崎郊外に鳴滝塾を開設しました。でも、シーボルトが帰国するときに、日本からの持ち出しが厳重に禁止されていた日本地図を持っていたため、そのまま国外追放処分になるの。地図を渡した天文方の高橋景康も投獄されてしまいます。これをシーボルト事件というのよ。